背中側に投げるリバーススロー、続いて腰を固定して投げるピボットスロー、それが終わると一歩足を下げて投げるステップバックス、後ろ向きから反転して投げるドロップステップスが4つ目の手順、最後は歩きながら投げるウォーキングワインドアップ、ボールの重さを変えながら実際の投球に段階的に近づけていくことでフォームが安定し、その結果球速が上がる。